こいつ中身三十のおっさんなので「キリトニのイケメン」って書いてあるけどほんまにキリトニ似てたってやばくないどういうことなの <laughs> やばみたいな感じで写真撮らせて写真インスタも付けていいって言って「友人刺し去った」ってインスタンのストーリーに載せたんですよ。<laughs> <laughs> もしもし。はいはいはい。あ、どうしたの。ツイッターで、なんか有名な人と。なんか過去に付き合ってたんですけど。年齢も、なんか十七歳って、聞いたんですけど、なんか実際やったら、なんか三十歳のおじさんで。<laughs> え、それツイッターで有名な人って、それ言えるの名前。ちょっとあの、チャットに書いてよ。はい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 、知ってるわ。え、これと三十なの。なんか三十の顔してました。おじさんの顔してて。マジで。なんで会う流れになったかとかさ。 ななんか付き合っってててデートしようんで付き合うことになったずその人が誕生日で DM 行ったら仲良くなってああ、誕生日おめでとうっていうツイッターでやりとしたら付き合うそこは仲良くなって付き合うことになったのはい。デートしようって言われて。はいはい。君は何歳なのあ、14です。これはもう15歳のがしてきたね。で、アイデアは17歳で自分のこと。はいはい。どこでデートしたあ、行袋です。 ど待ち合わせ場所はどこない池袋の池袋の東口、うん、はい東口ねはいはいはい、はい、<laughs> うまいラーメン屋があるとこね向いてるやつって、はい、でそこで会ってはいなんかいろいろご飯とか食べたりしたんですけど詳しく聞くよ、あのー、俺は <laughs> なんか池袋のなんかルミネの中なんかタピオカ食べたりしてたんですけどなんか全部おごらされて、うん、えお前14なのにおごったのえていうかまず最初に会った時どう思ったの だって17歳って言われたのにおじさんだったんでしょ<え>そこで帰らなかったの帰ったら悪いかなってなんか怖くてオムライスハンバーグは,はい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 全部おごらされて、うん、後で返すって言われたんですけどああそうなの後で返すうん はい、だけど返してくれなくて、うん、スタバとか行った時になんか胸とか体触られたり <laughs> それマジで言ってんの <laughs> こいつちなみに相手俺に一回ケンカ売ってきてるからねこれ今本人呼べる<え>ちょっと今俺本人に DM しようていかもう名前言うか普通に名前言っても大丈夫だと思いますじゃあお願いしますえっと龍神っていう龍 <laughs> 神さんです <laughs> いやこれに有名な人でしょ なにこいつ中身三十のおっさんなの。<laughs> <laughs> 嘘でしょキリトニのイケ、まずでキリトニのイケメンって書いてあるけど、ほんまに。キリトニルだ。<laughs> いや、全然似てない。です <laughs> だから、本当なのこの話、お前、うん、まだ。本当,本当だろうな。スタバ行って胸触られたと、じゃあ、もう普通には、は犯罪じゃん、それで。それで、うん、ちょっとしてから。え、なに、スタバで解散したの。 その後カラオケ行ってなんかやろうみたいに言われたんですけど <laughs> カラオケ行ってやろうっていうのはどういうことカラオケ行ってエッチしようみたいなマジな話はい,、はい。嘘でしょそれいや LINE でもなんかエッチしようねってカラオケの中でエッチしようねみたいなでもでてそれ LINE のやりとり見してるじゃんまずあはいそれガチなのてか普通に未成年ないインコで犯罪なんだけどいやマジでそういうのは気をつけた方がいいし何ていうの30に見えたならもう帰りなよ悪いとかじゃなくてえなんか来てる友人からそいつ俺と デートしたとデマを流してるやつですよ。把握してますって言いてるけど、な、デマなの、どっちなの。いや、あの、あった証拠のラインのトーク、送ります。じゃ。な、こいつ、<laughs> 今、じゃ、電話しないよ。電話、デマだな。デマなんでしょう。龍神君。電話できないの。<laughs> スカイプ。これできなかったら、怪しいよ。<laughs> ええ。なんでできないの龍神君。なんでできないのかな。あらららら、証拠がいろいろ来ちゃってるよ。龍神君。やってないんで。あ、じゃ、ラインでもいいっすよ。じゃ、ラインでも、ライン通話でも、オッケーです。 ニコニコ。あらららら、龍神くん、黙っちゃったよ。龍神君まだかな次はどんな言い訳をするんだろう、龍神君。いや、多分こいつ通話しないよ。<laughs> 課題終わってないので無理です。いやー、これは厳しいね。もうこれ黒だね。こいつのなんか反応で、もうこいつが嘘ついてるんだなっていうのがもうなんかわかるわ。課題終わってないから無理だって。まあいいよいいよ。もう、これは本当でしょ。な<い>うん、この言い訳はね、 もう無理だねなんか自分やってますって言ってるようなもんなんで、うん、はいはいはい、はい、でしかも多分課題ないっしょだって30のおっさんなんでしょまあい,いや後で顔出すわこいつ認めねえからあとなんか浮気もしててえなんかリクと付き合ってるのに他の女の子と会ったりとか、うん、マジありえないねうるせえ俺が法律だ言ってるけど まあ確かに分からんよな、実年齢なんかな、ツイッターのプロフィールだけじゃさ、あなんか返事、来てるわ。もうこれ拡散した方がいいよ、龍神とかいうの。あの他にね、あの被害者が出てくるかもしれないから、龍神君はツーアースから逃げてるんで、この人は。 拡散した方がいいですこれは,君はこういうのは本当にでもあのー、広めないとダメだよあのどんどん被害者が増えてくるからなんか龍神君あと色々デマ流されてまのさ僕じゃあ高校生って言うんだったら今俺の配信聞いてるわけでしょ龍神君今この時間課題に使ってないんだからちょっと通話することぐらいできるくないですか龍神君それでもできない理由があるんじゃないの例えば LINE を僕に教えてしまうと女性との LINE と同じプロフィールでバレちゃうから違うの龍神君通話しなくてもいいから LINE の QR コードだけ教えてくんね さこれどうやって逃げるかな龍神くん多分無理だね女に教えてる LINE と一致しちゃうからそれでもう自分で証明しちゃうからもうそこで QED だよ完全証明だよ完全証明が今別垢を作ってるのはどっちかだねえあのさ女の子さ龍神の LINE の名前って今何になってる 空今さ、竜人とつながりがある女の子から連絡来て、竜人さんはフォロワーの女の子の方とオフパコしたりいろしていますと。で、<わ>今女の子が俺の配信見てて、竜人大丈夫って言って送ったんだって。はい、そしたら竜人からすぐデマ流されて草生えたって今、4分前に来てるわけですよ。で、この女の子から、竜人さんの LINE いりますかみたいな。えー、今俺追加したのね、竜人の LINE。まあそしたら、空情ってなってて、だから今女の子に確認したんだけど、女の子の方も空情ってなってってことね。あ んくいいんで早くしてもらっていいかななりすましやデマが多いんで気をつけてくださいって。いや、いいから早くしてくんない龍神くん。龍神くん、今 LINE 送ったよ。龍神くん、もう5分経っちゃったよ。今ですね、僕のリスナーのスパイがですね、龍神くんに LINE をお貸ししましょうかって送ったら、龍神くんから速攻くださいって来てるんですけど。<laughs> <laughs> お前バカだなぁ。お前頭悪いなぁ、ほんとに。なんでスパイかどうか分かんないのこんだけ人が見てるんだからさ、お前の味方なわけないじゃん。あげないよ君に LINE をあげない。なぜなら僕のリスナーだから、それは。なるほどね。こいつから LINE をもらうまで、話を引っ張ってたんだ。龍神くん。早くよこせ、早くよこせ、つって。<laughs> バカだな、龍神くん。どうすんの、龍神くん。早く答えなよ。なんでお前、だんまりなのあらららら。龍神くん。竜神くん、ついに、なんか言葉が通じなくなっちゃった、みんな。もういいよ、みんな。もう拡散しようよ。龍神は30のおっさんで、カラオケで14歳の女の子の体を、体触ったっていうのは、それ何を触られたのいや、なんか、リクが腰痛いって言ったら、腰撫でてあげるよって言われて、で、腰撫でて、おっぱいも、って。<laughs> そうだな、こいつ。多分、初版じゃないっしょ。龍神くんさっき OK って言ってたじゃん。だから、これなんでここで LINE の QR コードつっていいですよって言ったかわかるこの時点では、あの、第三者が LINE の アカウントを貸してくれるって思ってたんだよ。でもそれが結局スパイっていうのが分かって、ここで急に逆に聞きますが、僕がコレコさんに QR 渡す義務がありますっていう意見に切り替えてるわけよ。だからね、ほんとね、こいつバカなんだよ。え、友人ってこれ何もしかして実家済みのなんかニートあ、多分実家住みだと思います。やべえやつだね。まあこいつでもどんだけ言っても通話は多分できないね。してくれないと思う。もうバレちゃうから声で。おっさん声が。てかこいつ何 ?Twitter のオーなの弱っ。弱っ。弱 ツイッターの弱っ。おめえが王、王なのはさ、おめえの実家の家の中だけだろうがよ、お前は、母ちゃんに。母ちゃんにはさ、めちゃくちゃ偉そうなんだろ、お前。おい、ばばア今日の飯めでけ働け俺はツイッターで忙しいんだよとか言ってんだろ、どうせ。母ちゃんにさ。 龍神という方をね、ご存知でしょうか皆さん。龍神という方。まあ、ツイッターなんですけども、こちらの方なんですけど、今現在アカウント消えてもいなくなってるんですよ。龍神の彼女っていう人から連絡が来てて、龍神が消えた理由は私ですとか言って、いろいろなんか警察沙汰とかにもなってたらしくて、まあ、世間にその龍神の話をなんか暴露したりとかいう、まあ、元、元、まあ、彼女さんから連絡が来たんでね。 ちょっと電話しますはい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 まあ龍神さんの彼女さんですか元,元ですねおとといおととい別れましたああそうなんだいや何があったのこの龍神これ最初から話してよ何歳ですか私ですかはい十八今年十九ですはい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 えっと付き合って半年くらいで同棲始めて龍神とええー、だからどうやって付き合うことになるのこれまず クレタンと一回喧嘩したじゃないですか。はい、いや覚えてねえよ。それを見て、うん、あなんか友人さんに DM ってこんなのなんか,かん気軽に送っていいんだと思って、はい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 。DM 送ったんですよきき,きキリトじゃない友人さんに。君なんかすごく頭あるそうだね。 あ、ごめんなさい, <laughs> <laughs> いや、まあ、いやいやいい全然いいよ全然いいよなんか写真送ったらなんか LINE 交換しようってなってあーまあまあそこでじゃあやり取りして、まあ、付き合うことになったとじゃあとりあえず同棲することになってへえー、はい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 私が一人暮らし東京で一人暮らしの家借りてす住めよっつって <laughs> 同棲始めた3日目2日目か3日目でうん嘩してうん,、うんうんうん、私が友人を刺しちゃいました <laughs> やばくないどういうことなのんでそうなるのいや刃物持ってる時になんか落ち着いて落ち着いてみたいな感じで寄ってきて私ちょっと精神障害っていうか境界性パーソナリティ障害ユリニアさんと同じあ、そういうのあるんだね要は多重人格的なやつだよねそれねそうですそうですははははいいいいで頭の中ぐちゃぐちゃになっちゃってうん、やば刺しちゃって 竜神を刺した <laughs> なんかもう刺す前にもなんか付き合ってる頃からなんかムカつくからって言ってうん、うん、顔面1時間殴り続けて鼻の骨を折ったりマジで強制リストカットとか言って、うん、私が竜神の腕リストカットしたりまあっていうね皆さんこそういうことをして竜神さんは消えました <laughs> <laughs> そういうことをしてたとそれを刺したんですけど怖<っ>血がもうブワーってなっちゃってうん それでほっといたんですよ <laughs> ほっとくなよえっ <laughs> 刺したってどこを刺したのえ腕右腕を刺しました右あ腕なんやはいはい、はい、血がバーってなっててでも私テンション高揚しててテンションがぶちまえ、ぶち上がっててぶち上がってな <laughs> やばーみたいな感じで写真撮らして写真インスタン向けでいいって言って、はい、その「龍神刺し立ったった」ってインスタのストーリーに載せたんですよ <laughs> <laughs> 皆さん皆さんこれが現代の子です です <laughs> これが現代の <laughs> いやもうサイコパスすぎてマジで笑けちまうよほんとこんなの <laughs> 非日常的すぎて笑けちまうほんといや笑ってる俺もやべえなでもちょっとやべえけど笑っちまうこんな <laughs> はいはい「竜神差し立った」っつってインスタに上げたとはいそしたら竜神が「包帯巻きたい包帯巻きたい」たいっ,てって言い出して「<laughs> <っ>いやお前の頭の中のみそ公約行動かよ」とか思って。 <laughs> ちょっと待ってお前おもろいな。いやおもろい。ちょっと待って。違うみんな聞いて。ちょっと待って。一つ聞いて。あのこの竜神ってやつはでも本当にひどいやつなんだよ。本当にひどいやつなの。うん、そんなやつが結局こんなことになってんのっていうのも俺の頭の中であっての笑いなんだけどまあ、よくないね笑うのはね。<laughs> 俺しか笑ってないね。やべえ俺もサイコパスだったね。<laughs> うんすいません。うん、ちょっと今日テンション高くて。家の目の前に薬局があるんですけど。薬局が。 自分で法廷買いに行くわって言い出して「でああ行ってこれば」って言ったら、うん、なんか「本当に通報とか絶対しないから」って言い出して「いや分かってるわ」って。その友人が薬局行ってる間にその賃貸だから床の血を拭いて壁の血拭いてあのテレビとかにも血めっちゃかかったんで、うん、テレビの血も拭き取ってで友人の服洗濯して。 でもう帰り地でベタベタだったんでお風呂入ろうと思って服脱いだら、うん、あのい,いきなり警察の人が本当に10人ぐらいババババ,バーンって入ってきてなんかそのビリビリの棒あるじゃないですか警棒あはいはいはい警棒をめっちゃかざしてきて、うん、おとなしくしろみたいな感じでえじゃ竜人がじゃあ何あの包帯を買いについでに通報したってこと嘘か本当かわかんないですけど竜人はなんか その血だらけのまま薬局行ったら通報されたみたいなこと言ってるけどどっちかほんとかわかんないああそういうことかはいはいはい、まあんまそれではいおとなしくしろっつってでいやおとなしいねんけどとか思ってうん、うん、まあ脱ぎかけてた服まず着てもうなんかヘ顔が T シャツっていうの知ってますかああ知ってる知ってるなんかおへが T シャツ1枚にパンツ1枚で手錠かけられて、うんうん、えその場でズボンも履いてない パンチの状態で。パン,イパンイチアヘガテ T シャツで。パ、うん。パトカどうって。え、普通、え、ズボンはさすがに履かしてもらえるだろう。え、短いズボン、なんか本当に部屋着の短パンあるじゃないですか。あ、はいはいはい。あれ、後で持ってきてくれた。の留置場ずっといて、で、そこから鑑別所を移って。うん、あの、十八ヶ月、一年間半決まっちゃって。十八か一年半年。一年半。ってなって。うん、ありえないってなって。弁護士。うん 2> 2人つけて、うん、2>, 2回裁判して出てこれましたあーで今俺に電話してんだそうです精神病持ってる人はなんか罪が軽くなるというかそういうのありますもんねはいはい、はいはい、友人と、えーうん、生涯責任禁止命令が出てでもうインスタ動かしてたらうん友人から DM 来てちょっとふざなんか出所祝いのエッチしようみたいなそれマジ きて、うん、流刑かな？えー、手大丈夫なんて、なんか手は、なんか後遺症残った、うん、でなんか筋、うん、神経の筋全部なんか断裂みたいななって、うん、指が曲げられないとか、<laughs> マジで？右腕のだからあの医者料とか払うってもしもなったら一千万超えるんですよ。やばいねそれ。うん、その私えまたなんかまた同棲始めようって言われて、私法観察なってるから。 大阪から出られないし親元で暮らさないとかなあかんくなってるからってなんかじゃあ誘拐し誘拐しよするとか <laughs> どういう竜神もやばくないそれ <laughs> 駆け落ちしようってなってまあ,、ね、あまあいやそれでまた会ったってことそれそうですええー、ほんで会ってどうしたのッチした <laughs> えっ神腕動かないの指,指動かないの自分では動かない動かないって言るけど私が無理やりガンって曲げさせたらうん ちょっとっと曲がた1週間ぐらい大阪にいたんですけどずっとラブホー暮らしいで,、うん、で東京行ってで池袋のドンキで買い物しながら住んでたらでなんか3,000円で大きい黒身のぬいぐるみが売ってて、うん、これ欲しいって言ったら、うん、ダメって言われて機嫌悪くなって、うん、んそのままと私友達の家に行けました待ってそれで喧嘩したの それで喧嘩やばくねいお前わがまますぎやろお前女王様かええ3000円出せへんのはやばくないですかええー、お前だやべえのは <laughs> えー、で友達の家行ったとえそれでなんか今フォロワーの高校生男子高校生の家に住んでて、うん、え今もそうですえってかそれ男子高校生犯罪だろ今いんの高校生横にえ横にいますよえ画面画面録画してくれてもすでも結果でも別れるわねってうん もう連絡お互い取らない取ら取らんとこってなって、うん、でさっきこれ配信の20分前からずっとインスタの DM 来てて流星、うん、から流星だから流んでよ今え絶対来ないですよまあそれで流星くんはいなくなってしまったとすごいねでもね刺したとか高校生いるんでしょ今横に大丈夫刺されない高校生大丈夫大丈夫あ刺されても好きって言ってますでもそういう感じなんだね。 龍神もすごくないだって刺されてまた会いたいって思っちゃうのすごくないえでもさ接見禁止破ってるわけじゃん捕まんのまた、はい、じゃあいや警察に言いましたもう「龍神くん嘘つきだからね」ってもう警察のおじちゃんたちに「龍神くんほんのこと言ってくれないからね」って結構なあなああにされて終わりました、まあ龍神くんもちょっとあれだね変な女にかかっちゃったね。